城市北方城は、岐阜県本須郡北方町にあった、戦国時代の平城である。現在の大井神社の南東一帯と言われている。明王年間、伊賀太郎衛門の照成が築城したという。四代目城主の伊賀太郎衛門の森成から安藤氏を名乗り、安藤森成に改名する。森成は、当初、時寄りのりに仕えていたが、美濃が斎藤道造によって奪取されると、 道蔵の家臣として仕えた。稲葉義道や治家直元らと並んで、西民の三人衆と称されたという。1556年、道蔵と斉藤義達の構想では義達に協力し、義達の没後は斉藤達沖に仕えた。1567年、織田信長の身の信仰に対して、他の三人衆らと共に内容し、そのまま信長の家臣として仕え、 引き続き北方上上主となる。しかし1580年、甲斐の武田勝頼と内通したという罪により、信長によって小出氏から追放され、北方上上主は稲葉義道がなった。1582年、本能寺の変が起こり、信長が家臣の明智光秀により撃たれると、森成は、この安藤名を治むと共に挙兵して、北方城を奪い、再起を試みた。 しかし、稲葉領2に攻められ廃止し、北方城は廃城となる。北方城の跡地には、1668年に北方陣屋が築かれ、美濃国家の藩藩主、松平光重の三男である、戸田公直、旗本五千国の陣屋となり、1868年まで存続する。 なお、北方上跡は1973年11月に、県指定の史跡に指定されている。岐阜バス北方園教授線、岐阜高専線,線、北方穂住線、大野、北高、線、岐阜農林港前バス停下車、徒歩5分。または、大野新西北方線、北方一本松バス停下車、徒歩5分。ありがとうございます。